ルカによる聖福音。その時イエスは一つの例えを話された。エルサレムに近づいておられ、それに人々が神の国はすぐにも現れるものと思っていたからである。イエスは言われた。ある立派な家柄の人が王の位を受けて帰るために遠い国へ旅立つことになった。そこで彼は十人のしもべを呼んで十ムナの金を渡し、私が帰ってくるまでそれで商売をしなさい。と言った。しかし、国民は彼を憎んでいたので、後から使者を送り、我々はこの人を王にいただきたくない。と言わせた。さて、彼は王の位を受けて帰ってくると、金を渡しておいたしもべを呼んで来させ、どれだけ利益を上げたかを知ろうとした。最初の者が進み出て、ご主人様、あなたの一ムナで十ムナも受けました。と言った。主人は言った。良いしもべだ。よくやった。お前は、ごく小さなことに忠実だったから、十の町の支配権を授けよう。二番目の者が来て、ご主人様、あなたの一ムナで五ムナ稼ぎました。と言った。主人は、お前は五つの町を治めようと言った。また、他の者が来て言った。ご主人様、これがあなたの一ムナです。布に包んでしまった、置きました。すみません。布に包んでしまって置きました。あなたは、あざけないものも取り立て、まかないものも借り取られる厳しい方なので、恐ろしかったのです。主人は言った。悪いしもべだ。その言葉のゆえに、お前を裁こう。私があざけなかったものも取り立て、まかなかったものも借り取る厳しい人間だと知っていたのか。では、なぜ、私の金を銀行に預けなかったのか。そうしておけば、帰ってきたとき、利息付きでそれを受け取られたのに。そしてそばに立っていた人々に言われた。その一ムナをこの男から取り上げて、十ムナ持っている者に与えよう。しもべたちが、ご主人様、あの人はすでに十ムナ持っています。と言うと、主人は言った。言っておくが、誰でも持っている人はさらに与えられるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。ところで、私が王になるのを望まなかった。あの敵どもをここに引き出して私の目の前で撃ち殺せ。イエスはこのように話してから先に立って進みエルサレムに登って行かれた。今日の福音は私たちの毎日の人生を照らしてくださる福音です。毎日の行い、毎日の、本当に私たちの毎日の流れを照らす。私たちは何のために今日起きたのか、福音に
と同じように私たちもキリストと共にエルサレムの近くにいます。そして私たちも天の国がすぐ来ると思う、望むか、思うか。私たちの前に実際にエルサレムが現れます。で、エルサレムが預言者たちを殺しています。エルサレムが、私たちの毎日、の中に、現れる出来事、私たちの状態、家族、その中の関係、子供たちの状態、子供たちの態度、私たちの体、私たちの健康か、病気か、仕事、仕事その問題、その苦労、勉強その難しさ、学校その関係、選挙の場、その人間関係の難しさ、その選挙の暗さ、その失敗、私の今日、あなたの今日が私たちの前にエルサレムのようなものとして現れます。で、私たちがそちらにいます。ちょうどキリストと共にエルサレムの近くに。で、私たちがキリストに従ってみんなと同じように心の深いのところでは、まあなんか変わるだろうか、なんかね、なんかこの失敗はちょっと成功に変えられるでしょう、変わるでしょう。今まで私のことを来てくれない主人が来てくれるだろう。子供がもうずっと前からこの危機に入っても教会に行かないで、もうちょっとだけでも、ミサとかなどに、耳を、行こうかな、福音に耳を傾けようかと、ね、いろいろ。で、私たちはそのために、キリストに従っているんじゃないか。これ、非常に深いことです、兄弟たちよ。すぐ、この、ね、天の国がすぐ、現れるだろうという、今日の福音の中に現れる動詞は、すべての奇跡にのために使った動詞です。つまり、キリストがなんか奇跡をすると、人を触ったり、人の前に言葉を言ったりすると、と言う途端に、触る途端に、この人が癒された。で、同じ動詞です。だからこの、もう本当に途端に、もうすぐ天の国が、神の国が現れるだろうと、私たちの深いのところではそれですよ。もう私たちが、もう慣れている。ほとんどのもの、もうすぐできる。例えば、インターネットではね、なんか、すぐニュースを見ることができる。スマートフォンでもね、スマートフォンをタッチすると、すぐ別の世界に入ります。若者が、なんか、すぐチャットができる。すぐ、恋人とか、すぐ友達とか、すぐ、タク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 で、まあ、タクタクだじゃなくて、タク、一つだけで、一つのタッチだけで、すぐでしょ、すぐ、このすぐ、このすぐ。そして私たちの、ね、心の中に、例えば性欲も、現れただけですぐタッチして、すぐポルノの世界に入ります。若者は。特に若者。でも若者だけではない。時々結婚している人もそうでしょ。逃げる。逃げる。逃げる。怖いから。怖い。まあ、私たちはこの状態でしょ。でも毎日、でも毎日、キリストが私たちを呼びます。面白いね。彼が常人のしもべたち。常人は共同体というイメージです。どうして？
イザヤ人によると、天礼をするためには、祈るためには、御言葉を聞くためには、十人が一番少ない人数だった。十人以下の人数があればもう何もできなくなった。共同体にならない。だから十人はそういうイメージです。ユダヤ人の最も小さな共同体。共同体。だから教会。だからクリストは一人を呼ぶではなかった。まず今日、クリストが今日あなたを一人で呼ぶのではない。共同体の中で教会と共に、多くの兄弟と共に、つまり自分の体としてあなたを呼んで使わします。この日に使わします。エルサレムに使わします。一つ。二つ目のこと。クリストはエルサレムに何をしたのか。私たちの状態の中に何をしたのか。主人との関係の中にクリストは何をしたのか。仕事のところではクリストは何をしたのか。共同体の中に私たちが学んでいること。何ですか？祝っていること。つまり、彼の死と復活の神秘。これ、キリストが死に勝ちました。だから、多くの遠い国へ行くこと。出発すること。こういう意味です。彼がエルサレムに入り、そちらで迫害され、非難され、殺され、十字架に貼り付けられ、殺され、葬られ、復活した。この死と復活の神秘が、起こられてから、実現されてから、その天国まで行って、その、王の、位を、受けに行きました。で、この王の位を持って帰ります。いつ帰る？毎日帰ります。私たちの人生、その毎日毎日帰ります。この世に帰ります。そして私たちの死の日にも帰ります。そしてこの世の終わりの日。この聖教父たちによるとこの三つの、終末があります。キリストが帰ります。この権利を持って、この王の位。でも、この王の位の、権が私たちに、その、味見と言いましょうか、を渡す。キリストが天国に、ね、あげられると、そして天国から私たちに、自分の霊を与えてくださった。だから私たちが霊を持って、このムーナを商売することができます。ムーナは信仰のイメージ。あるいは福音、聞いている福音、今日、今、あなたに宣言する、この福音の恵み。そして聖霊。すべて、その恵み。その恵み、与えられている恵み。天から下る新しい命。死より強い。死に勝った、その命。その愛、その哀れみで満たされて、つまり、このムーナを受けて、このムーナを商売する。というのは、自分を与える。自分を捧げる。自分を相手のためにかけます。自分の考え方を捨てること。相手を許すこと。相手に欲しいする。相手を義とする。相手を憐れむ。相手を愛する。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 ムーナはそのためです。ムーナはこの愛。神の愛。キリストに現れた神の愛。死に勝った神の愛。死より強い。すべての限界を超えるので、超えるその愛。でも一つの欲、ある誘惑が私たちを待っています。何ですか？
神はあなたを愛しています。兄弟にいるから、ね、あるいは家族、ね、この10人は家族でも、そのイメージでもありますけど、ね、あなたがどうして一村だけもらった、ね、これはいつも同じ誘惑。そう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 。彼が死と復活して、死んで復活して、キリストはそうかもわからないけど、ちょっと待って。どうしてあなたに一村だけ？どうしてあなたの家族はこのような家族ですか？どうしてあなたの性格は？どうしてあなたが学校に受からなかったか？どうしてガンが現れたか？どうして？どうして？どうして教会はこんなもんですか？どうして他の兄弟、他の人には、その他の9人にはあなたより良いものが与えられている。いい恵みが与えられている。あなたがこの一村だけで相手を愛することはできない。勉強することはできない。命をかけることはできない。どうしてキリストがあなたにそれを頼む。どうして、どうしてあなたが主人を許すことはできる。そしてどうしてキリストがそれをあなたから望む。どうしてそれを頼む。悪魔の言葉。で、私たちの心の中にこの言葉がこだまして、こだましたら、この言葉が私たちの心に入ったら、そしてこだまを押したら、もうめちゃくちゃ。もう本当にめちゃくちゃ。もうおしまいです。で、私たちの心の中には、この言葉が私たちのすべてを解釈する。エルサレム、エルサレム、あなたの状態は、もう、地獄ですよ。もう出口がない。逃げ道できない。見つけられない。だから、隠れて、隠して、隠して、逃げて、逃げて、逃げて、この村を隠して、自分勝手にしなさい。という意味ですよ。キリストが悪い。厳しい、厳しい種まきですよ。植えないのに、どうしてまくのか。与えないのに、どうして頼むか。逃げて、自分勝手にして、神となって、自分で決めて。もう、このエルサレムには、出口がないから、解釈がないから、解決がないから、主人がいつまでもこういうようなものになるだ、残るだろう。子供たちがめちゃくちゃ。だから自分、自分、自分で、自分でし、しなさい。自分で。このしもべは、悪の言葉を聞いて、悪の言葉を語った。悪を信じて、悪人となった。悪の言葉、悪い言葉、嘘の言葉を聞いて、それを信じていたから、悪いしもべとなりました。もうすべては捨てます。すべては失う。すべて。すべて。どうして持っているものが与えられます。には与えられます。信仰を持っている人には、最も素晴らしいものが与えられます。その永遠の命。その信仰を失ったものは全てを失う。その信仰の種、その恵みを確保して自分勝手にした人とは全てを失う。これ私たちの毎日の経験じゃないんですか？そうでしょ？で、キリストは今日、そうじゃない。もう生きなさい。商売しなさい。私たちをもう一度自分の兄弟と共に、十人兄弟と共に、みんなと一緒にキリストの体として、その日に、そのいろんな状態に生かせます。使わします。使わされます。すみません。ムナが当てられています。一つのムナには、兄弟たちよ、一つのムナには、キリストすべて、います。いらっしゃる。ゴムナが当てられるのは、使命が違うだけですよ。十モナが、ああ、この人は私より偉いとか、そうじゃなくて、違う。使命があります。今日お子様には十モナが必要。
学生であるあなたには一モナで今日十分。なぜ今日あなたがこの一モナを商売する。つまり、クリストご自身、あなたの中には、その、あなたに当たる、あなたに与えられる、その状態に入るためです。他の人は別のことをやらなければならない。でも、一モナは、自分だけではない、すべてです。その数は質のことではない。使命の質とか、使命のクオリティと違います。これは悪魔の嘘。これは共同体の中にはよくありますね。ああ、この人、妬むためには、他の人を妬むためには、あるいは主人を妬むためには、あるいは兄弟の間には、あ、兄弟が兄弟を妬むためには、そして恨むためには、そして、いや、そうじゃない。キリストご自身があなたに、そのまま与えられます。今日。すべて彼の価値、彼の死と復活をあなたに与えられます。で、あなたの前に、その、天国への門を開けます。改めて。彼が、その、遠いの国に行って、自分の後ろには、開けっぱなしの門を残した。この門は十字架の形で作られている門です。そちらに入って、彼に従って、迷わないように彼に従って、ヘルサレムに入って、商売をするのが何ですか？キリストと共に死んで復活すること。キリストと共に同じ門を通ること。そして同じ憩い、同じ、王国の、その素晴らしさ、同じ王の位を得ることができます。キリストが毎日帰ります。キリストがあなたと奥さん、あるいは主人との関係には来られます。戻ります。そしてその王の位をあなたに渡します。その権利、この豊かさ、この力。だから入って、今日の日に入って、神の御胸に入って、そしてその経験があなたのために準備されています。天国に入ることができます。だから、本当に、入った途端に天国が現れます。けど私たちが考えると逆、全く、まるで違う形で与えられます。すべ、何も変わらない。状態が変わらない。病気は癒されない。主人の性格、奥さんの性格は変わらない。子供たちの状態変わらないけど、そちらでは入った途端に神の国の素晴らしさ、豊かさ、愛、平和、喜びを得て経験することができます。良い日を。